X-21X-21A 脳5408号機 X-21 はアメリカ航空宇宙局が使用していた実験機、操縦制御の実験機で WB-66D デストロイヤー爆撃機を改造したもの、ノースロップ社が改造を担当し、A 型のみ2機が改造された。 流体中を移動する物体の表面付近には、境界層と呼ばれる薄い層上の流れが存在している。物体に流れが接し始めた上流では、境界層は層流であるが、流れ進むにつれて、エネルギーの減少によって、乱流境界層へと遷移する。層流境界層は、乱流境界層に比べて、表面での速度勾配が小さいが、これは粘性による。 摩擦効力が小さいことを意味する。よって、流れの白磁による圧力効力の増大をさほど心配しなくてよい。翼のような流線形物体に関しては、できるだけ広い面積にわたって、表面の境界層を操流に保つことができれば、全体の効力が低下することになる。したがって、輸送機器の中でも航空機や新幹線のように摩擦効力の低下が、 燃費の向上に直結するものに関しては、いかにして長く送流境界層を維持するかが重要な課題内し研究テーマとなっている。飛行中の X-21 境界層制御の手法としては、吹き出し式や吸い込み式といったいくつかの方法があるが、X-21A では吸い込み式を採用している。エネルギーを失った送流境界層流れを 主翼内に吸い込むことにより、送流を長く維持し、翼表面に十分なエネルギーを有する気流を呼び込む方式である。そのため、主翼表面には多数の小型の穴が開けられ、気流を吸い込むためのコンプレッサーが、主翼中ほどに設置されている。蒸気の特殊な主翼を装備し、試験するために、WB-66D から大幅な改造が行われている。爆弾層には、 計測機器を搭載し、エンジンの搭載位置も主翼下のポットから胴体交尾左右へと移されている。なお、主翼変更のために背面は大きく膨らんだものとなった。1963年4月18日に初飛行し、1964年まで試験飛行が行われた。境界層制御による効果は確認できたものの、この方式は高コストであったため、 実用化へ向けての研究継続は行われなかった。その後は、エドワーズ空軍基地に隣接するアメリカ空軍、飛行試験センター博物館の屋外でのざらしとなっているのが確認されている。ありがとうございます。